第34国会以来審議未了を繰り返してきた防衛二法改正案は38国会において4月26日衆議院の内閣委員会でようやく可決しました。防衛庁設置法と自衛隊法からなるいわゆる防衛二法の改正は政府自民党が前から強く望んでおり、この改正によって第二次五カ年計画を中心に防衛力の整備と強化に関するプランが具体化することになりました。衆議院内閣委員会を通った防衛二法改正案は翌27日衆議院本会議を通過、次いで6月2日参議院本会議で可決成立。こうして防衛二法改正案は2年ぶりに日の目を見ることになりました。防衛二法の改正によってまず倒幕会議の権限が強化され、陸海空三軍の統合部隊に対して倒幕議長が指揮を執ることになりました。このため倒幕組織の強化を目指して東京の市ヶ谷駐屯地内に倒幕学校が置かれ、8月7日に開校式が行われました。初代の校長には倒幕事務局長の川南空将が任命されました。防衛二法の改正によって陸上自衛隊は今までの6管区隊4混成団からなる組織を昭和36、37年2年間で13の師団に編成替えすることになりました。そして昭和36年度は13個師団のうち8個師団の事実上の編成替えが昭和37年1月18日に終わりました。中でも第12師団は群馬県の相馬ヶ原に新しく置かれることになり、1月の9日に地元の人たちの歓迎を受けながらトラックやジープのキャラバンが相馬ヶ原に到着、18日には新しい看板を掲げて新師団として発足しました。防衛力増強の方針に基づいて装備の近代化を図る陸上自衛隊では、昭和36年11月北海道真駒内の旧第七混成団に APC すなわち装甲人員輸送車が配置されました。この国産の装甲人員輸送車は陸上自衛隊機械化部隊の先端を行くもので、新しい使命を背負って隊員たちは激しい訓練に明け暮れしています。海上自衛隊では防衛二法の改正で艦隊の構成を新たに護衛艦隊、航空集団、潜水艦および直轄部隊で編成することが決まりました。このために今までの海上自衛隊の航空部隊は自衛艦隊の中に編入され、海上自衛隊は海と空の立体的な構成によって一段と能率的に運用されることになりました。また海上自衛隊は戦力増強の一端として昭和36年4月対潜哨戒機 UF2 型をアメリカから借り受けました。潜水艦に対して大きな威力を発揮する UF2 型機は4月5日から九州の大村基地に登場、4月末から直ちに訓練が始められ、九州の海に連日銀色の翼を輝かせています。また防衛力整備計画に基づく航空自衛隊次期ジェット戦闘機 F-104J は昭和36年3月31日調達実施本部において新三菱重工を中心とする航空機会社との間に契約書が交わされ署名調印されました。次いでアメリカにおいて F-104J の日本向け第1号機の組み立てが終わり、最初の試験飛行が行われ、その優秀な性能を披露しました。
して昭和37年2月8日第1号機以下20機の機体が愛知県の小牧基地に到着。直ちに機体の組み立てにかかり、昭和41年までには200機が生産されます。東京とか新島にミサイル試射場を作ることが正式に決まると、昭和36年の3月末からまず道路の改修工事が始まりました。5月7日には自衛隊東部方面隊第一建設軍の隊員170人が工事の機械などと一緒に島に上陸。この朝、新島海岸には賛成反対両派が詰めかけて自衛隊の到着を見守りました。作業隊は直ちに本村から若郷に通ずるミサイル道路の舗装工事にかかり、ブルドーザーなどを駆使して工事は順調に進み、地元賛成派の人たちも積極的に協力しました。こうして新島のミサイル道路は昭和37年の初めには八分通り出来上がり、昭和37年5月には全く完成する見通しが立ちました。4月末から9月にかけて東富士と北富士の演習場では、地元民が入り合い観光の尊重、政府の保障などの要求を掲げて実弾射撃反対闘争をしたために、富士の裾野は険悪な空気が続きました。この富士演習場問題をめぐって4月末には地元山梨県忍野村下草の代表が防衛庁に押しかけて解決を迫り、また6月には北富士演習場の中に地元の人たちが座り込んだため、自衛隊は演習を一時中止しました。しかしその後、斉藤静岡県知事を介して地元代表と政府がたびたび話し合った結果、9月5日まず東富士演習場が解決しました。翌6日からアメリカ軍が射撃演習を開始。一方、北富士演習場の方は12月28日に至り、ようやく政府と地元の間に了解が成立しました。昭和36年3月18日、横須賀市小原台にある防衛大学校では第5期生の卒業式が行われました。この日、歴代の総理大臣として初めて池田総理大臣も出席し、528人の卒業生を前に国防の重大性について訓示しました。4年間の教育を受けた若者たちは、将来自衛隊幹部の中核として、その活躍が大いに期待されています。6月27日、西村防衛庁長官の手で自衛官の心構えが公に示されました。これは長年の懸案であった自衛官の精神的基盤を明らかにしたものです。この中には、使命の自覚、個人の充実、責任の遂行、規律の厳守、団結の強化などを挙げていますが、個人の充実を特に謳っている点が、前文の民主主義を守る理想とともに昔の軍隊との違いをはっきり示しています。西村長官はその趣旨を理解して、形式にとらわれることがないよう指示し、自衛官のより高い心の成長を望んでいます。アメリカから貸与された揚陸艦3隻を受け取った第一揚陸隊が7月11日神奈川県の横須賀基地に帰ってきました。なお、この日、第一揚陸隊はかつて真珠湾攻撃に参加した特殊潜航艇をアメリカ側から受け取って帰ってきました。7月18日、池田内閣の改造が終わり、
西村直美防衛庁長官に代わって藤枝仙介氏が新しい長官に任命され、翌19日防衛庁において着任式が行われました。藤枝新長官は群馬県出身で、前に総理府総務長官を務めており、その活躍が期待されています。8月の初め、東京練馬の旧第一管区隊を訪れた長官は、整然と並んだ隊員を前に、自衛隊の任務はますます重大なものになると述べ、この後部隊を観閲しました。長官の交代に続いて、海上幕僚長の井原貢海将が辞任、後に中山定義海将が任命されました。そして8月15日、防衛庁において新旧幕僚長の間に幕僚長賞の授受が行われました。6月22日、5回目の遠洋航海の途についた海上自衛隊の練習艦隊は、9月1日、元気に横須賀港に帰ってきました。今度の遠洋航海は機関秋月以下4隻からなり、乗組員は幹部候補生の163人を含む1162人、ハワイ、ロスアンジェルス、メキシコなど各地を回って15,499海里の波島を越えてきました。昭和36年9月以来、ソビエトがたびたび核実験を行って、日本全土はいわゆる火の灰の恐怖にさらされました。これに対して防衛庁では、航空自衛隊の F-86 ジェット戦闘機の翼にガムドペーパーを貼ったり、囚人機を搭載したりして空中の火の灰を採取、これを東京目黒の防衛庁第一研究所に送りました。研究所ではこの塵から放射能を検出することに努めるなど、自衛隊は各方面とも協力して火の灰の対策に一役買いました。夏から秋にかけて秋田県で第16回国民体育大会が開かれ、自衛隊は競技に参加し、また秋田部隊を主力として通信・輸送など大会の運営に協力しました。10月8日の開会式には天皇皇后両陛下もご出席になり、秋の東北に若人たちによるスポーツの祭典を繰り広げました。9月4日、陸上自衛隊の第一空挺団が千葉県の習志野演習場で隊員によるスカイダイビングを初めて公開しました。スカイダイビングとは、大空から落下しながら途中でパラシュートを開いて、そのスピードと正確な落下点を競うもので、スリル満点といったところ。この日の競技には日本におけるスカイダイビングの第一人者笹島1位以下5人に加えて、アメリカ空軍のベテラン2人も参加。地元の人々や関係者の見守るうちに、高度1000メートルの高さから次々に飛び降りて、日本で初めてスカイダイビングの妙技を披露しました。1月1日、自衛隊が誕生してから11年目を迎えて、東京明治神宮外苑の絵画館前広場では、恒例の自衛隊記念日に観閲式が行われました。この日、池田総理大臣も最高指揮官として出席、4000人余りの隊員と、
100両を超える火砲や戦車などを巡閲し、全隊員を前に訓示しました。続いて観閲式。この日参加したのは東部方面普通科部隊をはじめ、防衛大学学生、東部方面の特科部隊、富士学校の戦車隊など多彩なものでした。この中で特に対戦車誘導弾4両、放射砲関係のレーダーも初めて一般の人々に公開されました。観閲式のあと、火砲や戦車の隊列は東京都内に繰り出し、目抜き通りを行進しました。東京駅の前では、谷口春子さんら着物姿もあでやかな女優さんたちが自衛隊のパレードを出迎え、花束を贈り、自衛隊記念日を祝いました。沿道の人々もこの多彩なパレードに盛んな拍手を送っていました。自衛隊記念日にちなんで、海上自衛隊では11月2日に東京の羽田沖で観艦式を行いました。この日は第1部隊から第5部隊までの自衛艦32隻と B2V7 や UF2 など航空機30機が参加、羽田沖から横須賀の沖合に渡って海と空が一体になって華やかなパレードを繰り広げました。一方、羽田空港では自衛隊記念日の行事として翌3日、自衛隊による航空機体験飛行が行われました。選ばれた都民たちは次々に飛行機に乗り込んで晩秋の空の旅を楽しみました。自衛隊員の体育の研究と指導強化を目的として、新たに体育学校が埼玉県の朝霞駐屯地に設けられ、8月からスタートしました。特に37年の2月からは東京オリンピックを目指してオリンピック選手を養成するコースも開かれ、隊員たちの激しい訓練が繰り返されており、中でも名手猪熊選手を持つ射撃競技は有望な種目として期待されています。航空自衛隊は5月23日から6月3日まで、自衛隊として初めての大規模な防空演習を全国的に実施しました。ここ北海道の千歳基地の第2航空団でも厳重な防空体制に入りました。レーダーが敵機を捉えたことを知らせるサイレンの響きとともに、パイロットたちは一斉にジェット戦闘機に乗り込んで一路大空へ。こうして実戦さながらの緊張した防空演習が昼夜繰り返されました。一方、陸上自衛隊では昭和36年度最大の演習として11月6日から5日間、岩手県盛岡市郊外を中心に旧第6管区隊と旧第9混成団との間で対抗演習が行われました。この演習には東北方面総監加納陸将を搭載艦に、両軍合わせて1万1000人の隊員と火砲戦車など2100両が参加、完全武装した隊員たちは
東北の原野に大掛かりなヘリボーン作戦を展開して日頃の訓練の成果を見せました。また今度の演習で特に見るべきものの一つにベイリー橋の渡橋作戦があり、隊員たちは素早く正確に橋を架けて戦車の許可を助け演習を一段と盛り上げました。また海上自衛隊は昭和36年度の大演習を青森県の陸奥湾と津軽海峡において11月10日から4日間にわたって大々的に行いました。この演習の目的は津軽海峡方面の沿岸防備と対機雷戦の訓練に重点が置かれ、40隻余りの艦艇と35機の航空機、人員6000人が参加、海と空の立体演習を繰り広げました。諸島の北の海は身を切るように冷たく、折から小雨混じりの悪天候とあって状況は非常に悪くなりましたが、自衛艦隊は潜水艦や掃海艇を繰り出して機雷の掃海にあたり緊張した演習ぶりを見せました。